安土桃山とは、戦国武将信長が大宮土地に建てた安土城と、秀吉が京都伏見に建てた伏見城によって名付けられたものです。豊臣家が朝廷に参拝した中で、最も華やかだったのが慶長元年、1596年5月、秀吉の子、秀頼初参内と、翌年9月の元服の時と言われています。本日はこの華やかな初参内の様子を再現したものです。乗り物は盛大な儀式の時に使われた牛車で、貧乏家、からひさし車とい、微妙の羽で吹き、すだれなどの色派や装具などは最高の様式を用いています。引き馬には奉公以来の違法である町の高町への蔵を模して作り、前後に従った兄王は実際にはもっと大勢ですが、本日はその一部を再現しています。服装は当時、特に一日晴れと言いまして、この日だけは何でもよしとする規則以外を許された日であったようです。以下の姿も通る。石田三成、浅野長政、松田長盛、夏田正家を想定したものです。を表したものです。天文12年1543年ポルトガルの商船が種子島に来航、鉄砲を伝えて以来戦術は一変し、甲冑は鉄板のみによって作られた具足と呼ばれ、いわゆる統制具足と呼ばれる神経式となり、これらは江戸時代にかけて用いられました。戦国武将の心意気を示す派手な兜飾りや馬印がこの行列の特徴になっております。先頭の狩り衣姿は、命を受けて粟田口に出迎えた立て入り胸継ぐ、そしてその後ろ日の丸おどしの具足姿は羽柴秀吉です。3頭目の馬に乗っております亀塗り巻への具足姿は丹羽長秀、そしてその後ろ、婚姻党の死の胴丸姿が織田信長です。織田信長は手には兵を指揮するのに用いた采配を持っております。次いで黒い党の死の具足姿が滝川和正、紫党の死の具足姿の柴田勝家と続いております。小田校上落列、先頭の狩り衣姿は、命を受けて粟田口に出迎えた立て入り胸継ぐ、その後ろ、日の丸おどしの具足姿が羽柴秀吉、亀塗り巻への具足姿は丹羽長秀、婚姻党の死の胴丸姿が見ております。Thank you.
七大祭りの溶接は総勢約2000人になっております。この時代祭りの行列には馬と牛が77頭登場いたしますが、近畿東海各地より馬を調達し、今日の日に合わせて京都にやってきております。今馬の話をしておりましたら、検定門前で少し落馬がございました皆様のお写真のフラッシュで時々驚いたりいたしますので、フラッシュ撮影はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。馬も人間と同じでその日の気分があるようでございまして、今少し、馬の調子がよくございませんので、後ろの方行列少し止まっております。乗って進行するって知ってる人ほとんどいないんだもんね。関節を置いてからと思って一緒に歩いていいんだよね。ありがとうございます。鎧兜が大変おごとうございますので、一旦落馬いたしましたら、その後上に乗っていただくのが大変でございます。滝川一益がつけておりますのは黒い塔の主の具足姿。今行列が順調にスタートし始めました。滝川一益さんが今大丈夫ですとお声をかけていただきました。今年新調した袴がとても火に鮮やかになっております。